ったら何もでも紹介はできますから。そんなね高いとこ僕よう紹介しません。うちに来てる子でもね、あの東京のショップでずっと車検で遊んだ子がおったんですよ、はい、でそんなんもうやめときって、運賃だけでも6万ぐらいかかって、車検代払ったら十何万仕事やんか、その奈良の五条持ってったらそれこそ安上がるし、ごめんなさいね。ちょっとずらすぎてるかな。このケースで300番台ずれてるけどは、もうちょっとまあギリギリセーフかもしれない。乗せ替えなしかもしれない。すいません。オッケー、エンジンかけてもらえますか。